次のファイトはこの2人の対戦だ。さあもうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。今回は公式リングでの戦いだ。思う存分ギアの能力を発揮してくれ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。初めて戦った時は負けちまったが、今度はそうはいかないぜ。俺はお前に一度勝ってるんだぜ。今度も俺の勝ちだ。ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。ギアを止めた。負けんか。これでも食らえ。何？俺のギアを止めた。負けんか。やめるなよ。何？そこだ。もらった。今回は俺の勝ちだぜ、京介。ルールにより、勝者は敗者のパーツを手に入れることができる。カスタマイズ画面で確認してくれ。さあ、次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。次のファイトはこの2人の対戦だ。さあもうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。
ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。おっと、今回の舞台はなんと氷のリングだ。グリップ力が弱くなる代わりにスピン力が増すぞ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。行くぜ。ギアが壊れても知らねえぞ。どちらが強いか勝負しましょう。ギアファイト、セットアップ、レディーゴは、敗者のパーツを手に入れることができる。カスタマイズ画面で確認してくれ。さあ、次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。